どうもどうも、みゆみゆでーす。ですね。FPV。見えるかな？4K カメラ搭載です。ちょっと見づらいんですけども。買うとよくわからないと思うんですけど、ここに見えてる USB、 これが 4K マイクロ SD、 マイクロ SD ですね。で、撮った画像をパソコンにパソコンで処理できる USB になるそうです。でですね、携帯の Wi-Fi をつなげる場合なんですけど、ここにスイッチが見えると思うんですけども、ここに2つスイッチが見えると思いますが、ですね、分解するのがめんどくさい、まあ、私もそうなんですけど、でですね、ですね、ちょっと待ってくださいよ、どっちか忘れちゃいましたね。ですね、こっちのボタンが、あら、動画映ってないですね。こっちのボタンが Wi-Fi です。で、ここのボタンを5秒押したら Wi-Fi が拾えるようになるんですよね、携帯で。なので携帯の Wi-Fi の方でキャデックスかわかんないですけど、それの、Wi-Fi のキャデックスアルファベットが出るんですけど、そこでここに押した後、Wi-Fi をオンにすると、Wi-Fi のところにキャデックスかカデックスかわかんないですけど、出てくる。そこに接続と入れます。で、最初は、パスコードが 123456789 になりますね。たら、キャデックス FVV。っていうアプリをダウンロードしていただいたら Wi-Fi が携帯でつながります。一応、75とかと一緒で、まあ、見づらいんですけど、ここにベータフライトとつなげる USB があります。あとここのカバーがありまして、このカバーが青色、多分黒色、袋に入ってるやつはフィルターだと思うんですけど、ちょっとわかんないんですけどね、まあ、本体の中に入ってました。こんな感じですかね。この VTX は A01X VTX、 これ系統図とか出てるんで、多分
登録 USB アマチュア無線持ってればいけると思います。ちょっと私は書き方が分かりませんが、あとは設定してですね、で、まあ、バインドするときはこれちょっと引っ張り出せば出てくるんで、ちょっと見づらいかもしれないんですけど、ここにスイッチがついてて、ここな、ここにスイッチがついてて、押しながらバッテリーをつない、プロップの電源を入れて押しながら電源入れると、まあ点滅してバインドが完了します。こんな感じの説明です。